それでですね、ジョイフルのカレー。うん、美味しそう。え、すごい。え、すごい。何ですか。おお、本当よ。色が。ベーコンとバッターがめっちゃ踏んだ。はい、何日ですか。4月4日日曜日。2時前ですね。2時前なのに結構お客さん多い。うん、行けそうね。さやかさん、今日もまあまあセクシーな。本当ですか。いや、そこまでセクシーではないし、そんな高くから見込めないでくださいね。可愛い。最近ちょっと見せ方が分かってきたな。いい匂いする。へえ、初めてですね。ジョイフルでカレー。うん、美味しそう。結構なボリューム。ご飯の量めっちゃ多いな。意外と大きいですね。ボリューム。はい。はい、そして。野菜のカレー、チーズカレードリア。これも俺初めて見たんですよ。美味しそう。カレーはマスターの真似しましたね。違います。野菜が食べたかった。ああ、なるほど。野菜なんだ。野菜食べたかった。で、豚汁。それを3点につけさせてもらって、はい、どうぞ食べてください。いただきます。めっちゃ食欲そそられる匂い。超美味しそう。卵も大好きな卵もある。いい具合の金柑。うん。どうこれ。熱そうね。おお、伸びる伸びる。うん。熱々。そうだね、ドリアはなかなかすぐ食べれんよな。まあ、ゆっくり食べます。冷ましながら。美味しいです。美味しい。美味しい。あ、くかか熱い。ゆっくり食べます。じゃあ、こっちの本物のカレーを。うん、マスター具はないんだ、カレー。具は多分溶けちゃう。溶けてるタイプね。煮込みタイプ。家じゃなかなか食べれない感じやな。こんな感じですね。なかなかね。何からぐらい。いや、辛みはあんまりないかな。あ、でも意外とスパイシーかも。あの、しっかりしたあの辛さですね。じゃん。チーズハンバーグ&サイコロステーキ。豚汁。切り替えです。ガッツリですね。なかなかガッツリ。いただきます。うん、アクアク。お腹空いちゃったな。うん、いつもの儀式がまだ儀式が、今から儀式、悪魔の儀式。今日は諸事情により、あ、お腹の調子の諸事情によりちょっと少なめで。ちょっと少なめ。少なめなんですね、これ。真っ赤ですから。もうラコちゃんと最後に食べれになったら。つついて。つくじりだ。あ、食べるんだよな。よく見ちゃうやろうね。だから萌えね、萌えもいじります。萌えちゃんはもう、あ、監督戦闘ありみたいな使命感も別にないからすぐ言う、まさに言う。ラコちゃんは結構頑張ろうとするけど、もうラコ無理。はい、食べ終わりました。お腹いっぱいです。いつも綺麗に。はい、コーンも残しませんよ、マスターみたいに。ちょっと私はちょっと残ってるけど食べてます。はい、食べましたね。はい、マスターも。はい、ということで、7月最初のジョイフルでした。ごちそうさまでした。何日でしょう。7月15日金曜日の24時半。
仕事終わりです。リフが来ました。はい、参加者はユリアです。マコ、そしてサイカです。かわいい。しないよ。はい、浴衣の話をしてましたけど、これただいや変な誤解を向けやめてくれちゃんと言ってくれ言うんだないや浴衣の話遮った方がいいかな。アプリでね、そうアプリでポイント貯めたら、あ、今日も一緒かな、ドリンクバーが無料になりました、はい、ドリンクアプリみんな持ってますね、うん、はい、インドリアですね、はい、500食メニュー、大人気メニューですね、はい、美味しそう。え、どうぞ食べてください。いいよいいよ、でもまあ暑いから。いや私ちょっとじゃん、こちらが山椒香るなんちゃらかんちゃらタンタンです。入ってないですかね。なんかはヘルシーメンヘルシー麺です。麺を探します。あ、ありました。あら、入っちゃった。どういう麺だ、ヘルシー麺じゃん。麺食べます。ヘルシー。え、すごい。え、すごい。何ですか。おお、本当よ。色が。緑色でなんか入ってるらしい。ちょっと止めて。上げて。おお、本当よ。緑色の麺です、うん。ヘルシー。はいはいはい。いただきます。はい、うん。ああ。うずらがもうやばい。うん。うん、ちょうどやばい食べ物。めっちゃ美味しい。はい、そして今混ぜたら。混ぜた。肉味噌があった。ちょっと山椒が効いてないと。いただきます。めっちゃうまいこれ。うまい。山椒どうも。別にそんな香ってない。うん。え、これめっちゃうまい。うまい。辛そうで。はい、どうぞ。食べれるよ。いただきます。はい、うん、なんて言えばいいんですか。いや、普通に食べればいい。おいしい。めっちゃなんかレモンの匂いする。ねえ、違った。わざとらしい。なんて言えばいいんですかね、あと言った。まあまあ美味しいよね、これは。美味しいです。いや、これも珍しいよね。うん。新しいメニューですよね、うん、さっぱりしてて、マジこの夏最高にいいです。いいコメントを出すな。この夏におすすめ。はい、はい、来ました。キムチ、豚キムチですね。うん、新メニューでございます。これは美味しいやろ、めっちゃ。はい、ということで、もちろん白ご飯は大盛りでございます。じゃあいただきます。なんかさ、冬野菜よりさ、夏野菜の方が美味しくない？夏野菜も美味しい。夏食える？うん、好きです。キュウリもトマトも大好き、オクラも好き。キュウリは結構好きなもの。いや、あんまりない。うん。なす嫌いです。うん。キュウリないです。うん。すごい。だからもあんまりないな。そうだ。うんうん、そうだな。はい、食べ終わりました。なんか遠い。ごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。美味しかったですか。美味しかったです。美味しかった。え、マジ美味しかった、これ。本当にみんな食べる。今日、珍しいメニューも多かった。美味しかったです、本当に。ジョイフにどんどん新メニューが出てますので、皆さん行ってみてください。はい、また来ましょう。じゃあね。何日でしょう。7月26日月曜日の深夜ですね。のんちゃん久しぶりに。久しぶり、いつぶりか覚えてない。そう
とぶりです。なんかジョイフルに来たかったということでね。はい。来たかった。新メニューもね、なんか結構増えちゃって、うん、楽しみですね、うん。オリンピックは開幕して暑いですね。連日日本選手の活躍見てねえ人がなんか見てねえ人の あの答えやったよ今日見なし、なんか毎年見ないですよね、ニュースですね。毎年はあれをねにわか言うたにわか私好きじゃないフィギュア、あ冬ね、うん、フィギュアしか見ない。でもなんかすごくないですか、新しい競技出てません。うん、スケボー、うん、スケボーな、日本勢大活躍ですね。こんなのあるやん、クリスさんニヤニヤしてうなずきやんけど全然知らんのやろと思って肉汁の海です。久々頼むこれ、うん、見てください、このとろけるチーズを、まとろけてしまうので美味しいよねこれ、うん、うーわ出た新メニューですね。なんだっけ、ベーコンなんとかハンバーグとエビフライ、ベーコンバターハンバーグ、ベーコンとバターが乗ったハンバーグがこちら、そしてエビフライですね。今日和食セット、ご飯おもりです。じゃあ尻尾食べれるよ、エビフライ食べれるよね、エビフライの仕事は。うん、そうなんや、ベーコン全部食うわ、意外だよね、食べれそうです。はい、韓国、食べ終わりました、うん、感じでですね、美味しかったですか。美味しかったです。新メニューもたくさん増えてますので、また来月も、8月もね、行きましょう。というわけでまた来ましょう、おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。化粧直し。まあいいよ。一応女の子だと思う。違うな。知らんと思うけど。はい、いいよ。行きますよ。話してます。